ああ。ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ。久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。地下にこんな町があるなんて。驚くのはまだ早い。え？行きましょう。いえ。おい。はい。キリュウだ。誰かいるのか？いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。キリュウちゃん、キリュウちゃんが肩気になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけどキリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東城会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい、このすきこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第4課主任佐山薫です、よろしく。復帰四課？姉ちゃん、デカなんか？キリュウちゃん、どないなってんねん。それより、どうしたんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が？花屋？ああ、一年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けで、カムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ、元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。それがきっかけでサイの瓦は機能せんようになったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げて、
カムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が、あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。登場会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめえや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないんや。頼む、マジマの兄さん。登場会を救うにはマジマ組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか。トーナメント、どういうこと。すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい、おう、ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場名誉王者キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタロ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今、ゴングです。こちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、キリュウさん。そうくしと安楽死、お好みは。相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者
注目の一戦、今ゴングです。だけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今